あちの CEO をお越しでございます。前回の動画の最後で、 え、なりすまし業者がお客様に会員をかけたことが我々が会員をしたと誤認されてしまうリスクのお話をしました。で、それを未然に防ぐためにですね、皆様にアンケートをご協力お願いしますということで募集しておりました。今日はそれが終了してデータが出揃いましたので、一旦ご報告させていただきたいというふうに思っています。え、このデータをもってですね、皆様が今、明日などのなりすまし業者がいるのかいないのか、そこはある程度把握することができると思いますので、ぜひそんな風な 観点からもご活用いいただければと思います、はい。データですけども、まず回答数972名の方ご協力いただきました。ありがとうございます。1000、はい、集まるとアンケートのサンプル数としては非常に優秀と、母数を増やしても、えー、ある程度信頼できるデータですよというふうに言われております。972名の方々ありがとうございました。ポイントの方、付与されております。ご協力いただいたお礼にという形ですね。 そちら活用して、この期間中のポイントコンテンツに利用して、新しい投資の情報を得ていただきたいと思います。もちろん、ポイントはですね、売買助言ではございませんし、まあ、新しい投資契約を促すようなことにもなっておりませんので、そこはあらかじめご了承ください。はい、972名の方が、あるないの2択であると答えた方、3.2%いらっしゃいました。およそ30名の方があるよという情報をお寄せいただきました。問いの2で、 えー、より詳細な情報をいただけませんかというご質問に対しては、えー、その他の情報をいただいた方が71%、えー、ありましたよ、ただ情報は薄いんです、申し訳ないですということが28%ということになっております。まあ、ですので、えー、今のところ、ですね成りすまし業者が特定された情報としてはないという形になっています。 ざっとご紹介いたしますと、似たようなサイト見つけましたよ、とかですね。あとは、LINE で勧誘された、ですよね。えー、記録していなかったんで、申し訳ありません。ネットで見たけど違うと思ってスルーしました。W 先生の紫の写真を見ました。これ、ひょっとすると弊社かもしれませんよね。もうちょっとこの疑心暗記になっちゃうんですよね。 このアンケートは詐欺じゃないですよね、と。完全にあの、業者と我々本物の区別がつかなくなってしまっているって方もいて、とても心配です。あと、細かいところを覚えてないですが、Facebook のストーリーズに名前が出てきたような気がします、とかですね。こんな情報が寄せられてます。ただ、今のところですね、具体的な URL とか情報が届いておりませんので、安心はもちろんできないんですが、いないというところで。で、この調査はですね、 続きやっていきたいと思います。アンケートもまたさせていっていただくかもしれませんし、もしそういう業者を見つけたらですね、随時我々の方にご連絡いただきたいと思います。いただいたらすぐに調査に入り、何らかの対策をして、当局の方にもご連絡を入れるといったところで、迅速に動きたいと思っておりますので、引き続きご協力の方をよろしくお願いいたします。今回は972名の方々ご協力いただいてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。